ディーン元気30歳、やり投げやってます。まあ毎回怪我するたびにやっぱりその新しい体に対する勉強とか発見っていうのはありながらやってきたんで、心のまあ根底にはその絶対にまず投げるっていうのはまあ自信としてあったもので。肩甲骨はこの後ろがこういうふうに見えますかね、はいはい、こうやって動かせるんで、いろんな動かせる生き物みたいに動くんですね。そうですね、はい。業者みたいになってますけどまあどっちかというと言えばそのカウントダウンに入っていくので、現役生活としては、まあ、パリオリンピックに向けてこうメダルを狙いにいけるんじゃないかっていう自信を持ってやっていきたいなと思ってます。